ノクさんこんばんは、速稼中の久保です。前回はアルファロックですか、こちらの方の動画をいただきました。ありがとうございました。いろんなね、投資案件、暗号通貨案件、アビトラージってあるんですけども、最もシンプルで最も簡単で最も伝統的なのは私は FX だと思うんで、 FX で勝てるようになればね、他の暗号通貨とかアビトラージに行く必要はないですし、 FX すら勝てないようだったらアビトラージ行っても他の暗号通貨とか言ってもしょうがないんじゃないかなっていうところが私の考え軸ですね。であとあれこれ言っちゃうってことはどれもがうまくいってないってことなんで、案外物知りな人って、そのビジネスとかね、 MLM とか紹介報酬制のやつ、物知りな人って稼げてないのかもしれないですね。で私は今こうやってみるとそんなにビジネスの種類知らないんですよ。アフィリエイトで挫折してるわけではないし、転売も挫折しなかったんで、なんか行き詰まってないですね、どこも。でもやっぱり気がついてみると、ここまでたくさんというかね、一つのことを何回も何回もできる人もいないのかなっていうところに、まあ、隙があるというか、私から言わせればね。で、難しい作業なしで儲かりますよっていうのに言っちゃうんですけども、いや、ビジネス、お金を稼ぐっていうのはめんどくさいことなんだっていうふうにね、まず最初に思っておけば、楽なものはビジネスにならないと、むしろビジネスの顧客になってしまうぞっていうふうに思うんですよね。まあ、ですんでね、適度なやっぱりこう作業負担とか知識知恵の負担っていうのはいるんだろうなって気がしますね。さあそれでね、例のコンシェルジェの方の申し込みの動画もいただきましてありがとうございます。拝見させていただきます。いやー、それにしてもね、いろいろチャンスがあったり、チャンスに見えるような罠であったり、いろいろありますね。これからもよろしくお願いします。